できました。竜光院、エラスムスの像が置いてあったっていう、まあキリストのあれですね、竜の生贄をやっている竜の、口っていうか、仁王門、鬼がいる山門。2015年の牧野さん、400年末に。テーズ山、エラスムスって書いてあるんですね、ちゃんと。エラスムスの像の資料館を開設しました。7つの国を越えてやってきた作家の日本とイギリスですね。光の方、どっちが、なんか、だから天台宗って言ってたな。いけにえになった人たちを祀る。光よ、光のよって書いてある。その名前？光ひろし。真田広之。これか、曹洞宗、禅宗ですね、やっぱり。西の河原の物語。愛染妙法の鬼。キリシタン。ほほー。ヤソ教の墓ね。信仰者の供養塔です。これが、もう集められてるんだね。昔の、さっき言った立さん、川田さんとか、そういう人たちの、和田さん、和田坊、和田、樽っていうのかな、和田、和田家、和田家がキリシタンか、和田っていうのはさっき言いましたね。和田、和田家、川田家っていう、隠れキリシタン、こっちだったのか。キリシタンのあれは枝とか、
ここも牧野、あ、牧野っていう創価学会ですよね。やっぱり、あ、今の川田横塚家、川田家の川田家が多いね。牧野、そっと、まあ、みんな創価学会につながってたんだ。統一教会もそうだけど、創価学会ですね。次は隠れキリシタン、まあだから彼ら必死じゃないかな。最後の牙城、統一教会から次は創価学会に来るぞっていう、そこはなんとかごまかさないと。あ、熊木っていうのもありますね。それから大沢家、大沢さん、川、大川っていうのもありますね。野村、おお、菅原もあった。大川家、横塚、また可愛い川だ、宇佐美、青木とか、またここも川だ。まあ、川田龍平、人見家、須藤家とか、山岸、須藤家、っていうのも、須藤元気とかって、言ってるからね。まあ、もろに永遠の休憩、人に気合ですね。はい、ここら辺で行かないと、もう、あ、間に合わない。 あれ返さないといけないもん、ギリギリ、もうこれで終わります。野村家とか梅原家とかありました。やっぱりでもここは川だと創価学会、和田、あ、牧野いいですね。はい、青木とか、ここに来たら隠れっきりしたもう、あれがマイケニーをやっていたっていう実態が分かりました。本来はそこに行った方が良かったんだけど、はい、終わり。時間の関係で、これ、終わります。